さあやっていきましょう。アザラシアナリティクス6月号でございます。6月の間の1ヶ月の間のアナリティクスをねしていこうっていう、まあ毎月恒例のあれなんですけども、7月入ったらすぐにねこの動画上げなくちゃね6月の振り返りになんないよって気がするんだけどね。もう6月10日です。すっかり10日経っちゃった。いやーちょっとテストとかがありまして、卒業が関わるテストとかがありまして、それをこう、ないがしろにするわけにもいかずという感じでね。先週から、徹夜とかして勉強してたら、すっかりね、その一週間、徹夜した反動で一週間ボロボロになってしまい、こういった動画を撮る気力が湧かなかったっていうところがあったりしなかったりするんですけども、まあやっていきましょう。今、1192人だそうです。過去28日から23残期増加ですね。こうしてみるとですね、これ今見て気づいた。ナスが病気にの動画が52回も再生されている。こういう動画ってなんか伸びたりするのね。わからんけど。もうその、自分の上げる動画に関して言えば、いろいろ上げてるからさ、いろいろ上げてるから、まあ、いろいろ上げるのも悪くないよっていうのを言いたい。声を大にして言いたい。いろいろ上げるのもいいよっていうことね。やっぱこうね、VTuber っていう方に枠に入りすぎちゃってね。なんかこう、上げる動画の幅がなくなっちゃうのは良くないと思う。選択肢は常に広い方向に取っていくのがいいんじゃないかなと思ったりもしますけども。はい。6月のね、再生回数、これですけどもね。2万じゃないな。これは6月のやつじゃないですね。1年のやつですね。2万個ってことか。まあ6月、5月に比べると、5月はまあいいでしょう。6月はやっぱ調子が落ちると言ってたその通りになりましたね。6月に比べると、まあ約2500回ぐらい再生数が落ちまして、で、総再生時間も26時間ぐらい少なくなってます。で、推定収益の方なんですけども、推定収益ってよくわかんないね。5月に比べると6月は明らかにこう再生数も再生時間も減ってるんですけど、意外と、上がってるっていうね。5月に比べると6月の収益は多いということで、6月は、なんと25ドル7セント稼ぎました。ありがとうございます。これも一重に見てくれている皆さんのおかげでございます。いやー、ありがたいっすね。ありがたいっすね。6月なんて本当もう動画あんまり上げてないからね。6月上げてる動画確か9本ぐらいあったはずです。基本ぐらいで、まあ、25ドルって言うといい稼ぎな、いい小遣い稼ぎじゃねえかなとは思いますけどもね。これから大学生とかになる方はね、ぜひとも YouTube に挑戦してほしいなと思ったりします。YouTube の片隅で大学生にアドバイスしていく。大学生、高校生とかもやっていいんじゃないかな。中学生ぐらいになってくるとちょっとどうだろうなって思うけどね、高校生ぐらいだったら、チャンネル一つ開設して、チャンネル登録1000目指してからこう、小遣い稼ぎを YouTube でやるっていう高校生が出てきてもね、いいんじゃないかなって思ったりもしますけどもね。どうなんでしょうかね。なんか危険な方向に進んできそうだよね。女子高生とかが始めるとなんかこう、悪い大人たちにこう、ダマくらがらされてさ、なんかこう、服脱いでいったりして、なんかこう、ちょっとセクシー路線とかをこう、極めていったりして、金が入んないもんだからどんどんそういう方向に入っていって、金が稼げるもんだからまだどんどん脱いでいってみたいな感じで、あげくの果てにバンされて、もうどこに稼いだものがすぐに水縄みたいなね、地位も名誉も、金も失うみたいなことになりかねないだろうから、まあ高校生とかでもまあしっかりとした倫理観でもってね、やってもらわないとって思います。男子とかもダメだよな。男とかもさ、やたらとこうなんかこう、厳しいなんかこう仕事をしていくというかさ、なんだろうな、犯罪すれすれみたいなね、もう人の目を引けばいいみたいな感じで、そういった動画ばかり上げ出してきて、勉強の方もおろそかになれば、社会的にも地位を失わっていう、そういうことになっていくっていうのは、やっぱり良くなかったりするとは思うんでね、それはちょっとこう、加減が難しいってところもあるんだけれども、まあ YouTube とかでね、小遣い稼ぎをしていくような、そんな高校生が増えてきてもいいんじゃないかなと思います。一月2500円あれば高校生だったら、まあまあいい高校生ライフがね、送れると思うんでね。はい。俺がもしも親だったら、小遣いの代わりにチャンネルを登録させて、このチャンネルで面白い動画を作れみたいなことを言っちゃったりしてね。ああ、危険だ。その場合は、一回その動画を見せろということになるんだと思うからね。担当編集の目となってね、アドバイスしていかないとね。ちょっとこの動画はちょっと犯罪する人じゃないか、グレーゾーンギリギリじゃないか、みたいなところで言ってね。
喧嘩、親喧嘩とかなんでしょうね。それもまた良くないな。はい、ってな感じです。何がてな感じなのか分かんないわ。はい。6月こんな感じでした。ちょっとね、6月はまあ再生数はまあ、再生数そんなに落ち込む、まあ、言うほど落ち込まなかったけど、やっぱ動画投稿自体がね、少なかったっていうのもあって、満足な活動は遅れてないような気はします。で、28日とかで見るとさ、特にこの7月に入ってから、7月4日、7月3日、で6月30日、6月27日ってこうやって見るとね、全然動画が上がってない。なんかこう、ゲーム実況はせめて1日1本ぐらい上がるペースで上がった上で、プラスの実写動画とかっていう感じで上げていくのが本来のペースだなと思うんですけども、その実写で逃げてるっていうのがね、6月でした。1週間に1回、日曜日にね、ちょっと庭に、庭先にチラチラって出て行って、スマホ片手にね、ちゃちゃっと喋ってね、一歩そのまま足して編集もすぐにバシッと上げてね、そういう動画でなんかこう、お茶を濁すっていう、そういう風な6月だったもんでね、7月はもうちょっとね、凝ったことをやっていきたいとは思ってるんですけど、まあ忙しさと、まあ天秤かけて、って感じですけどね、はい。はい。まあ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 ね、まあ6月はね、結構やっぱポコピーの動画はね、伸びてくれました。やっぱこの動画がすごくこう再生されてるなっていう感じでした。でもね、7月に入ると、7月というかまあ、7月に入るとちょっとその辺もね、陰りが見えてきたという感じもして、でも90秒ドローイングが強いですね。そしてクラピアの動画も強いですね。まあ、こういうことを考えるとね、切り抜き動画もね、常に作っていかなくちゃやっぱいけないのかなと思ったりもするんですけどね。こういった動画の人気を保つ、こういう人気のあるうちに、こう次のね、動画をパーって出していくっていうね。したたかにやっていくのも大事かなと思うんですけども。何がやりたいのかと思うよね。VTuber として、なんか、一本立ちたいのか、ただの YouTuber として、ただの YouTuber というか、ただの切り抜け師になりたいのか、再現系の、実写系のやりたいのかも何が何だかわかんないですけども、まあ、何が伸びるかわかんないから、なんか、もう、YouTube という海で釣りをしてるような感じですね。アザラシはね。なんかこういうとこが上げたらもしかしたら伸びるんじゃねえみたいな、こうね。いろんななんかこう、餌をつけて釣り糸を垂らしてるみたいな感じですけどもね。まあ、まあ、あんまり、なんかこう、中身のないものをほいほい上げてますね。はい。まあ、こんな感じです。7月はもうちょっと頑張っていけたらいいんじゃないかなと。なんだこれ ?7 月月のって返してある。ね、まあ、本当にね、まあ、8月になるに差し掛かってくるとね、卒論とか書いていたりしなくちゃいけなかったりもしたりするのでね、それなりにまた忙しいのかなと思いますけども、まあね、暑さに負けず、雨にも負けず、ね、なんとか乗り切っていきましょう。はい。皆さん、6月はありがとうございました。7月をね、まあちょっと頑張っていくのでね、7月は頑張っていくのでね、ついてきていただけるとありがたいかなと思います。アザラシでした。ほなまた。